こんにちは、カナダ在住の沼達です。イーロン・マスク対国連 WFP 世界食糧計画に苦言、まだあった過去の国連不祥事ということで話をしていきたいと思います。はい、イーロン・マスクさんがですね、今国連とバチバチにやり合ってるんですよね。で、まあその流れの中で出てきた国連の過去の不祥事などなど皆さんにご紹介できたらなというふうに思います。はい。まず、イーロン・マスクといえば、テスラの CEO っていうのをすぐ思い浮かべる方も多いかもしれませんが、先週のニュース、皆さんこちらご存知ですかね。テスラ株が大暴騰したっていう話で、まあ、原因というか、まあ、要因としては、テスラが販売している電気自動車を、レンタカー会社が大量に購入するっていう話が出てきたんですよね。まあ、それを受けて一気に暴騰っていうことになったんですが、まあ、今日になってね、なんか実はまだ契約書結んでませんって、なんかテスラ側が言ったと思いきや、レンタカー会社側は、いやいやもう自動車届き始めてますよみたいなことが言い始めたりとか、まあ、なんかお互いが何言ってるのかよくわかんないような状態になってるんですが、まあ、一回それはさておき、とりあえず先週の段階で、テスラ株が大暴騰しました。で、イーロン・マスク本人もその自社株を持ってますから、まあ、その影響によって総資産がたった1日で3600億円増えたっていうことだったんですよね。これ、総資産が3600億円なんじゃなくて、まあ、その3600億円増えたっていうことなので、まあ、いかに規模がすごいかっていうところですよね。まあ、これによってそのアマゾン CEO の、元 CEO のね、ジェフ・ベゾスを超えたみたいな話でも結構話題になってたわけなんですが、まあ、こんだけお金が一気に入ったっていうような話が出てくると、いわゆる慈善団体と呼ばれるような人たちが、まあ、一部活気づくところがあるわけなんですよね。まあ、その一つと言ってもいいかもしれませんが、国連の世界食糧計画、通称 WFP の長官 P3 がツイッターを更新しました。マスクよ、その増えた3600億円のうちのたった6分の1を寄付してくれるだけでいいと。そうすれば世界の4200万人を救うことができる。今世界には先例のない食糧危機が訪れているけれども、それを先例のない富で救うことができるはずだと。これが最後のチャンスだからぜひともお願いだみたいなことを呼びかけたわけなんですね。で、まあ、それだけじゃなくて、CNN の番組にも出演をして、今この、例えば600億円が手元に来れば、4200万人を救うことができると。で、もし仮にこの600億円がなければ、もうその4200万人の命はすぐにでも見捨てることになってしまうだろうと。まあ、それだけ危機的状況なんだ、みたいなことを訴えていました。で、CNN はこれ番組放送した後にウェブ記事も更新しまして、まあ、見出しとしてはこんな感じで、イーロン・マスクの総資産のたった 2% で世界の上を解決することができるっていう、なかなかすごい記事だったんですね。まあ、こうすると、おい、マスク金出せみたいな感じになるじゃないですか。まあ、ただこれ後ほど、この B3 さん、登場していた B3 さん自身が、いや、それは言い過ぎだと。その、イーロン・マスクの 2% でも、上は解決することできないけれども、一時的にね、その、一助にはなるんだみたいなことを言って、まあ、一気にトーンダウンして、解決する一助になるっていうね、そういうような記事に変わったわけなんですが、まあ、とりあえずですね、このテスラ株の暴騰っていうものから、この国連がちょっと関与し始めてきたっていうところまで一気に話は膨らんできたんですね。で、この CNN の記事をめぐって、まあ、ファクトチェックだみたいな投稿があったんですよ。まあ、内容としては、まずイーロン・マスクの総資産の 2% っていうのは約600億円であると。で、WFP は2020年だけで840億円を世界から得ていたけれども、なぜに解決できないのか、この食糧危機っていうものを解決できないのかっていうような、まあ、投稿があったんですよ。で、ここにイーロン・マスク本人がボンって登場してきて、その WFP がこのツイッターのスレッドで私に求めている600億円の使い道を説明してくれるのであれば、すぐにでもテスラ株売って寄付をすると。まあ、とにかく情報の一般公開することが条件だっていうことで、まあ、いわゆる透明性の要求ですよね。これをかなりイーロン・マスクはしていたっていうところがあるわけなんですね。で、その投稿の下にですね、またコメントがぶら下がりまして、もう B3 長官本人が登場するわけなんですよ。で、まずその600億円で解決することはできない、一時しのぎだっていうね、その CNN の記事ちょっと言い過ぎですよっていう訂正入れた上で、まあ、なんで今600億円が必要なのか、要は840億円で足りなくて、なんでさらに追加の600億円が必要なのかというと、もう今年はそのコロナがあった、で、新たな紛争が起きた、で、気候変動がすごいことになってきた。だから600億円が追加で必要になったんだと。だからマスクよ、話し合おうじゃないか、みたいな投稿がされたわけなんですね。まあ、ただこれで納得できるものではないんですよね。すごい大雑把な話ですし、こんなの中学生でも言えるような話になってくるわけなんですよね。まあ、なので、ここにさらに、イーロン・マスクがですね、もうド直球のツイートを投稿しまして、現状と、
今後の WFP の資金の使い道の詳細を一般公開せよ、お金の使い道をはっきりさせろっていうふうに、もうドストレートに言いたいことを言うわけなんですよね。で、これに対してビースリーさんの返事が、いや、ツイッターではなく直接会って話そうではないかと、地球だろうが宇宙だろうがどこでも構わない、ただ WFP の活動を見ることができるところをお勧めする、そこで全てを話そうみたいな感じで、まあ、皆さんもすぐ伝わったと思いますが、明らかにその言及することを避けているわけなんですよね。まあなんで答えることができないのかなっていう疑問が、まあ結局そこが答えだと思うわけなんですが、うん、イーロン・マスクはすごくいいところついてるわけなんですよね。とにかくお金めちゃくちゃ集めてるくせに透明性ないじゃないかと。で、事実としてこんだけその金持ちたちにお金出してくれ、お金出してくれって言いまくってるんだったら、まあその、いかにその WFP が資金不足で悩んでるかっていうところは大体想像つくじゃないですか。ただ事実としては2020年の会計年度終わりで総資産1600億円あったらしいんですね。って考えると、その600億円足りないから出してくれっていう前に、まず自分たちの身を切れよっていう話なんですよね。で、こういう話をすると、いやいやいや、将来に備えて、ある程度の蓄えはね、しておかないといけないじゃないかっていうような、そういう話もあるかもしれませんが、いや、本人がもう言ってるんですよね。洗礼のない危機が訪れてるって。で、しかも、今現状4200万人をこの600億円で救えるか救えないかの瀬戸際にいるわけじゃないですか。にもかかわらず、その将来のためにって言って、そのお金をケチって4200万人を見殺しにしようとしてるっていうのは、それはちょっとめちゃくちゃな話なわけなんですよね。まあ、なので、どう頑張っても、この総資産1600億円を、まあ、そのまま保有してるっていうのはよくわからないというような感じの、まあ、指摘。で、イーロン・マスクは結局そこが多分言いたかったんでしょうね。その、資産結構持ってるくせに、やたらめったら金持ちに、金出せ金出せ言ってる、言ってるけれども、自分たちはそれ相応のことやってるのかねと。まあ、ほとんどがその人件費に流れたりとかしてるんじゃないのみたいな、そういう指摘をね、おそらくしたいんでしょうね。はい。まあ、イーロン・マスク本人にはね、皆さん、いろいろと、賛否両論あると思いますけれども、僕とはとしては今回のこの発言というか、追求っていうのは、すごくいい、問題提起をしてくれたんじゃないのかなというふうに思いますし、これだけじゃないんですよ。ここで終わらなかったんですよ。さらにもう一発爆弾を投入してきまして、なんだこれはっていう短い文とともに、この記事がリンクつけられてたんですね。これ2015年12月のめちゃくちゃ古い記事なんですが、内容何かっていうと、南アフリカ共和国に派遣されていた国連職員が食料と引き換えに、まあ子供たちであるとか現地の女性たちを襲っていたという、そういう記事なんですね。最年少だとも9歳だということで、かなりひどい話なんですよね。で、この話、その内部調査されていたと、国連でね、ただその結果とかのメモっていうのが国連内でどんどんたらい回しされて、まあ、結局誰も責任取りたくないというような感じで、もう責任逃れをしまくってたっていうところもバレちゃってたわけなんですね。はい。で、これだけじゃなかったんですよ。以前皆さんに WHO のね、不祥事ご紹介しましたが、あれプラスこれ、プラスもっとありまして、PKO 平和維持活動で派遣された兵士であるとか職員、そしてユニセフでから派遣されている職員、などなどが関与した事件が続々と報告されていたということで、2013年では66件、2014年では52件、2015年では69件。で、被害に遭った人っていうのはもう男女問わないということで、ちっちゃい男の子も襲われてたっていうことなんですね。で、少なくとも22人の子供が、まあそういう被害に遭ってるということで、これが発覚していた。にもかかわらず WHO 内でまた同じようなことが起きていたっていうことで、まあ、いかに、現場っていうのがうまく統制取れてないかっていうところはわかるかなと、まあ、いかにそのリーダーのリーダーシップがダメかっていうところですよね。はい。で、この今回のこの2013年から15年の調査だけを取っても国連職員は氷山の一角だろうっていうふうに言ってるんですね。というのも、こういうふうに被害を遭う人たちっていうのは、その大都市に住んでる人っていうわけじゃなくて、そのちっちゃい集落であるとかちっちゃい村に住んでいる子たちが基本的に被害に遭うそうなんですね。で、そういうところ全部調査することはなかなかできないっていうことなので、まあこれはまだ一部でしかないそうなんですよ。まあ、なんでおそらく実態はもうこれの数倍規模に膨らむかもしれないっていうことなので、まあ、いかにひどい状況かっていうのはわかりますよね。まあ、このあたりもイーロン・マスクは、今回のその、
WFP がなんか自分に突っかかってきたっていうところから、どん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 問題提起をさせていって、で、まあ、これは本当にいいことですよね。本当にね、イーロン・マスク本人には賛否両論あると思いますが、今回なかなかグッジョブを僕はしたんじゃないのかなというふうに思いますから、まあ、これがぜひともね、もっと話としては膨らんでってほしいなと。なんか今、すごい気候変動絡みでね、すごく国連がでっかくなりつつありますから、まあ、ここで一回そのくさびを打つようなものになるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということで、今回は国連全般に関する話をさせていただきました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。最後は、昨日なんですが、加湿器買いました。このバンクーバーね、冬場はレインクーバーって言われるぐらい雨がずっと降るっていうことで有名なんですが、まあだから別に加湿器いらないかなって思ってたんですが、まあ想像以上に乾燥しますね。はい。前住んでたユーコンはね、普通に乾燥しまくるので、加湿器欠かせなかったんですが、まあ、こっちもいらねえやと思ってたんですが、買いました。で、その箱をですね、必死に検品作業している、検査員の方ですね、もうこの真剣味が伝わりますよね。いかに自分がポコって入る箱が安全かどうかおそらくチェックしてると思うんですが、もう牙丸出しでね、はい、チェックをされております。はい、というその凛々しい顔で最後お別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。